あの編集量子のこそこそ話。なになに。番組の最後は刀にちなんだことわざや慣用句をご紹介します。そうなんだ。今回ご紹介するのはこちら。反りが合わない。はい。反りが合っていない刀は鞘にうまく収まらないことから相性が合わない。ああ、なるほどね。ということですね。はい、うまく噛み合わない。噛み合わない。はい。ナミカさんの可愛いエピソード。まあ僕っていうより相手なんだけど。相手？最近、うん、ある後輩の声優さんから、うん、まあ、LINE が来たんですよ。ほう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 。その時の LINE が、うん、何月何日、うん、空いてますよねって来たの。はいはいはい、はい。俺、先輩じゃん、こっち、ナミカは、うん。後輩から空いてますよねって、うん、これもう開けなきゃいけない空気だったんだけど、たまたま本当に空いてなかったの。で、午前中がダメで、うん、午後から、まあ、夕方ぐらいからって言ったら、うん、じゃあダメですね、みたいな LINE が来るわけよ。うん、結構失礼ですよね、うん、まあ、割と先輩としてね。なんか、普通さ、うん、この日空いてますかとか、うん、だって質問系じゃん、うん、断定で来るって、うんうん、それなんかおかしくない？どう思う？そうですね、うん、それは素直に言うと、うん、えって思いますね。思うだろう。いやでも、うん、もしかしたら、うん、そう愛ゆえかもしれないですよ。なんかどうしても浪川さんを誘いたかったみたいな、その後輩の気持ちが出ちゃって、空いててほしい気持ちが空いてますよねって っていうこと、ね、それ多分めっちゃいいやつですね。あ、それぐらい慕ってるってことか。いいやつね。そうそう。どう思う？うん。なんとなく読めてきたけど。うん、誰だと思う？え？花江くんじゃないんですか？花江夏樹ってやつなんですね。ってやつなんですね、やっぱね。いや、もうどうしても、うん、すっごいいいサウナを見つけて、ナミカさんと行きたくて、結構遠いんですよね。一日かけて日帰りで行きたくて、で、ここが空いてるから、で、ナミカさん、絶対、空いててくれっていう、希望、うん。そう。でも最初の一義はそれだけだからね。いやもう、ね。何月何日空いてますよね。でも、確実に俺は最初の浪川さんのその一言を聞いた瞬間から、あ、多分花江くんかなって思った。多分花江くん誰にでもそうなんだ。多分そうだろうな。いや、でも、これ浪川さん、多分浪川さんだけだと思う。そうそう。ちゃんとその、浪川さんの前には、小野大輔さんを誘って断られてるんです。うん、その時はちゃんと誘いました。うん、まず、ちょっと嫉妬したのが俺から誘ってほしかったし。でも、その小野さんに、俺、飲みに行きましょうって、ちょっと前、いつぐらいだったかな、ちょっと前に、小野さんと飲みに行きましょう、お、いいねっつって、一週間後に小野さんに、明日って、何時にどこ行きますみたいな話したら、それよりも差し物くん、サウナ行こうぜっつって、飲みの話が結局サウナに切り替わったっていうのはありますよ。サウナみんな好きだからね。好きだからね。そうありました。まあ、またちょっと。俺も好きだったからあれだけどね。いいけどね。はい。また声かけますんで。サウナいいですね。いいですね。いいですね。みんなで行きたいです。行きたいですね。さあ、これでまた一つ、刀に詳しくなりましたね。次回はどんなことわざや慣用句が飛び出すか。本編終了後のこそこそ話にご期待ください。それではお時間です。バイバーイ。